はい、INTP さん、INTP さんはモテないって言われたのは、うん、内向的で控えめなため、はい、自分から積極的にコミュニケーションを取るのが苦手だから、うん、相手から見えにくい存在として認識されることがあるよなんて言われてるんですけど、うんうんはい、じゃあ INTP さんはやっぱりこの得意分野をアピール、うん、知識の収集することが得意なので、知識や洞察力をアピールすることでアピールできますかね、うん、輝けですかね、仕事の成果じゃないですか。あ、そういう独自の分野じゃなくて、うん、宇宙の真理じゃなくて、うん、みんながおーってなるような分野でキリッと生きるといいんですよね多分、うんうん、その実績で目立つはい、はい、大変そうですけどね。そうですね、はいはい、あとは、うん、INTP タイプは内向的で思考に集中することが多いと、うんうん、で相手とのコミュニケーションに苦手意識を持つことがある、うん、しかし相手に対して親身に接し相手の話に耳を傾けることで、うん、コミュニケーションを深められ、うん、好感度を得ることがあります、うん、あと INTP は知的な話題に偏りがちで、うん、冗談やユーモアをあまり取り入れないことがあると、うん、なので若干独特でもいいから、うん、ユーモアを取り入れる、独特でもいいからとは書いてないんですけどこれ僕がちょっと足しちゃったんですけどうん、うん、でもユーモアを言ってるんだよって伝わると、うんうん、あ、ユーモアを言ってるんだなってなるじゃないですか、うんうん、笑えなくてもと僕は思うんですけどね。まあなんか多分知的な話、会話が好きだって話ですよね、はい、だからそういう話ばっかりされてもっていう。そうですね、うんうん、ただなんかこの話の中でも、うん、冗談のつもりで言った知的なこととか、うんうんうん、なんか知的な冗談、僕みたいなバカでも、うん、そういうのは多分興味持つんですよ、うん、あ、面白いって、うん、この人変変、僕の中で変は好意です、はい、に向くと思うんですよね、うん、なのでそれはぜひやるといいのではと思ってます、うん、あとはまあやっぱり自分らしいスタイルを確立しようと、うん、自分自身の好きなファッションや趣味を大切にし自分自身を表現することでなんていうことが書いてあります、うん、では同じようにこの控えめでというのが理由で日の目を見ないみたいなところで、うんうん、モテないところに挙げられていたのが、はい、ISFJ さんが、うん、じゃあどうするか、うん、優しく思いやりの態度、うん、いや ISFJ タイプは人に親切で思いやりがあることが多いと、うん、相手に対して優しく思いやりのある態度を取ることで相手からの好感度を高めることができると、うん、あとやっぱり同じように耳を傾ける、うん、人の話を聞くっていうのですね、うん、あとは自分の考えを ISFJ さんはINTJ さんとか、うんうん、INTP さんは、うん、多分言えるんですよ、 T 的なところで、うん、ただこれはこうだみたいな、そう、うん、言えるが、うん、ISFJ さんはこの自分の考えをなかなか表現できない、うん、まあ僕もそうです、感情をまとめられないって話ですかね、なんか上手に言えとか、うん、まあ感情ですからね、曖昧なものですよね、なので論理は説明できるじゃないですか、論理などでこうなるからこうなるみたいな、だけど感情ってこうなんか分かりづらい、もやっとしたものを言葉にするのが難しいからっていうことが言えないぐらい、はい、なんかその気持ちを言えって言われると、はい、多分言いやすいんですけど、うん、あなたの考えはって言われると、うん、何が正解が出るんですね、何が正解なんだろうってなるので、はい、そうするともう正解なんてないって、もうなんかいつもの卑怯なポジションに行くんですよ僕は、まあ、この考えはって聞かれたときに何か正解は出てこないですもんね、出てきたからしょうがないじゃんはい、まあ大丈夫です離島兵の話は大丈夫ですあ、はい、皆さんが大丈夫ですと思っていただければそれでいいです、はい、あ、こういうタイプの人間です、うんうん、申し訳ございません、まあ説明しづらいって話ですよね、そうですね、はい、ただまあこのかといって ISFJ さんもちゃんと自分の考えを、はい、表現苦手だけどね、はい、するといいよと、うん、とまあ考えじゃなくて思いなら言えますよね多分、思いが僕が思いは苦手なので、うん、なんで僕の場合は考えって言われるよりも思い、うん、じゃあ思いを言えばいいんだね、うん、なら、うん、今思ったこと言うだけですもん、でもそれが苦手だって言ってる話ですよね、 T の人は言えるけど
違う違う、考えはって言われると正解って何が出てくるので、はい、言えないんですよ僕は。思ったことなら思ったこと言えばいいだけですもん。思ったことを言っていいのかが出てくるんじゃないですかって話ですよね。いや、いいんですよ考えは言えないんですけど思いは言える。まあ、言えるっていうのは二等辺は言えるってだって話で、これ今ねちょっと F の人分かるよね僕の気持ち。あの、いや、いいっていうのは多分二等辺の外交型の話で、それが言いづらいっていうのが内向型の話、うん、だったら、はい、言おう、言いましょうだったら分かるんですよ。言いましょうです、はい、いや言えば、なるほど言いましょうです、はい、考えって言われた時に、うん、考えを言うんじゃなくて、うん、思いを言いましょう、うん、そしたら多分あの思いを言ってもいいんだよみたいな話ですよね。 T の人はまとめてくれます多分、うん、あなたの考えはこういうことを考えてたんだねって、うんうん、そしたらそれそれですって、うん、なると思うんですよ。あ、でも、うん、感情わかんないって言われるかもしれないです。つまりそれはどういうことって言われるかもしれない。そしたらもう喧嘩ですよで、あとは ISFJ タイプは人の役に立つことが好きで、うんうん、サポートするのが得意なのでそっち側にはある、うん、っていうのが出てきますね。あとやっぱり積極的にどうしても行かなきゃいけないですよね、はい、多分、まあ、人と接する必要はあるんで人のサポートが得意なわけじゃないですか。優しくて、あとは他の人も結局はやっぱりこの内向型が若干不利だなって思うのはどうしてもやっぱりこの自分でどうだってバッていけないわけですよ、ね、はいはい、わーってわーっていけないわけですよ。そこに抵抗があるわけじゃないですか。自分の考えを言えばいいっていうのは分かるけど、はい、思いを言えばいいっていうのは分かるけど言えなくてっていう話じゃないですか。で自分の中でこうやってピカピカに磨いて、はい、いざという時出すと、はい、とんがってて痛いって話ですよね。とんがってて痛いっていう出る努力で、まあ、あるじゃないですか。だからだと優しいっていうのは、うん、優しさは出せるわけなので、はい、もう優しさ全開でいったらいいんじゃないですか。では ISFP タイプ、まあ、ISTP も後でやりますが、はい、ここは多分独立心が強く、うん、相手からすると、うん、私に興味がないって映る、うんうんうん、あ、自分のことばっかりやってる。そう、独立心が強く追いかけてる、うんうん、っていうタイプがどうすればいいか、うん、まず ISFP から、はい、あ、でも結局この人は自分を磨けって出てきますね要は芸術性豊かで自分らしい魅力をとか、はい、やっぱりあ、これあれですね、はい、全員に言えるのは内向型外向型の問題ですかね。あ、何がですか。要は内向型がどう、はい、なんて言うんだろう、このバリアをなくすか、はい、この自分を表現する、うんうんうん、だって ISAP さんここに出てるのは共感力もあると、うん、はい、なので相手の話を聞いて共感することで信頼を得るとか、うんうん、っていうことが書いてあるんですけど、うん、結局は それが伝わらない、うん、それを発揮できないわけじゃないですか、はい、で ISAP さんに1個あるのは他には出てこなかったのがあるのが、うん、ISFP タイプは芸術音楽、うん、などの自分が好きなアクティビティに参加することで自分自身の魅力をアピールできます。あと ISFP さんは自分が好きなそういう会合みたいなのに行くことで急に人気が出る可能性はありますね。あ、まあ、そこで能力を磨いて同じ趣味のが集まる人に、そう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 、うん、僕みたいなペラペラなやつより、はい、合わせればいいんでしょみたいなはいはい、はい、やつよりもよっぽど、うんうん、では ISTP さんですね、はい、ISTP さんがモテるには ISTP は無口でいることが多いので、うん、多くを語らなくていいので、うん、相手の興味を引くトピックの話題を振ってあげる、うん、で相手を喋らせる、うん、で基本やっぱりコミュニケーションっていうのは喋、はい、ると気持ちいいですからね、喋った人は、うん、はいはい、だからあなたはもうどうせ喋らないでしょ体調なんて、はい、喋らないんですよ、うん、だと話題を振ってください、うん、そうすると、うん、で僕は気持ちよく、
はい、はーって喋る。であとは、まあ、冒険好きなので ISTP タイプは、はい、ここも、まあ、ISFP さんと同じようにこういうアクティビティに参加すると自分が持つ能力っていうのをアピールできる、うん、であと ISTP は現実的で理論的な思考を持つことが多いので相手の問題解決に力を貸してあげる、うん、はい、あ確かに僕は体調にあの、うん、サーバーの問題を一瞬で解決していただいて、はい、本当にありがとうございました、はい、あとは ISTP タイプは武骨でクールな印象があるが相手に優しさを示すことでいや多分興味ないと相手は思ってる、はい、が、はい、ちょっと優しさを見せてあげることで、はい、好感度を高めることができると、うんうん、なんで自分自分じゃなくて、はい、っていうことはやっぱりこの内向型が、はい、コミュニケーションのバリアをどう外すかですよね、はい、うん、まあ、そうだと思いますよ。